悪戦身につかず、不正な方法で得た金は苦労していないのでありがたみがない。そのため無駄遣いしやすく、すぐになくなってしまうこと。起きて半錠、寝て一錠、必要以上の贅沢は慎むべきであるということ。人の起居に必要な面積はわずかなものだということ。教えるは学ぶの半ば。人に物を教えることは半分は自分の勉強にもなるということ。人に物を教えるには10倍の力がいると言われています。大事は小事より起こる。どのような大事でも、はじめはごく小さなことが原因であるということ。おかめ八目。物事の是非や特質は、当人たちより第三者の方が正しく判断できるという例え。おかめは傍らから見るという意味で、八目は囲碁で八つ先の手のこと。山椒は小粒でもピリリと辛い。姿形は小さくても気性が強く、能力も高く、侮りがたいことの例え。鳩を憎み豆まかぬ。些細なことにこだわって、本来の大切なことややるべきことをやめにして、自分にも世間にも損害を招くたとえ。溺れる者は藁をもつかむ。窮地にある者はどんなものにでもすがるものだというたとえ。思い立ったが吉日。物事は思い立ったらすぐに取り掛かるのが良いという例え。因果は巡る車の輪。悪いことはくるくる回る車輪のようにすぐにやってくること。笑顔に当たる拳はない。相手の笑顔を前にしては、怒りで振り上げた拳も使えないこと。盗っ人にも三分の理。どんなものにでも理屈はつけられること。豚を盗んで骨を施す。巨悪をなしておきながら、わずかばかりの善行をすること。山高きゆえに、たっとからず。外見がいくら立派でも、中身が伴っていなければ、真の価値はない。牛の角を蜂が刺す。痛くもなんともないこと。帯に短し、たすきに流し。物事がどっちつかずで、何の役にも立たないこと。ちょうど良いものは、なかなかないということ。親の七光。親の社会的地位や、意向によって、子がいろいろ恩恵や利益を受けること。過ぎたるはなお、及ばざるがごとし。物事の程度が過ぎるのは、足りないことと同じで、良くないこと。天知る地知る、我知る人知る。悪事や不正は、必ず露見するものだ、という戒め。盗っ人を捕らえてみれば我が子なり。
予想だにしない事態に困惑すること。また、身近な人でも気の許せないこと。蟻の思いも天に届く。小さく非力なものでも、念ずる力が強ければ、天の神に届き、望みを達成できる。過ちは、改むるに、はばかることなかれ。過ちを犯したと知ったら、世間体や対面などにこだわらず、すぐに改めなければならないという教訓。魚の久我に登るごとし、自分の得意な場所を離れて、どうすることもできないこと、また、ありえないことのたとえ。ウゴのタケノコ、似たようなものが次々と起こること。聞いて極楽、見て地獄。他人の話で聞いたことと、実際に自分の目で確かめ、体験したこととは、大変な違いがあること。頬張り強くて、家押し倒す。よくしようと思ってやったことが、逆の悪い結果を生んでしまうこと。頬張りは、家などの倒壊を防ぐために、あてがう木材のこと。沈黙は金。やたらなことを喋るより、黙っている方が良いと、雄弁より沈黙を評価する意味。立てば芍薬、座れば牡丹。立ち姿が芍薬で、座ったところが牡丹のようだという美人を花に例えている。さらに、歩く姿は百合の花と続けることもあります。下手の横好き、下手なくせにそのことが無性に好きだということ。石に布団は着せられぬ。死者を死んでからいたわることはできない。親が死んでからでは奉公はできない。